国画料は平安時代中期頃以降の公領を荘園に対して呼ぶ歴史学用語。国画は国の役所の意味。10世紀頃から律令制で規定していた戸籍、反伝収受による租税制度がほぼ崩壊し、現地派遣の筆頭国士である樹領へ租税納入を請け負わせ、現地における実務を不合のやがらと呼ばれる階層からなる。 財長官人らに任する国主受け置いへと移行し始めた。これに伴い、受領の勢力下にある公領は、受領の私有財産のように扱われ始めた。受領は、租税納入先の大事者や、石棺家のような上級貴族へ滞納が生じると、勤務表情である受領公家定を切り抜けるために、公領の一部の租税収納権を、納入先の大事者や、石棺家に与えることが、 慣例になっていった。こうして徐々に高領に、虫食い状に発生した新潟省園、つまり国面層は次第に高領からの租税徴収を圧迫していった。特に11世紀には大理や大事者の火災が多く、これらの再建を目的とした臨時課税が困難になる状況をきたした。そのため、単なる規制事実であった国面層にも課税をするため、 たびたび荘園制リレーが出された。これらの荘園制リレーは、ある基準年以降の新建荘園を停止する一方、それ以前に発生していた国面層を臨時課税への対象として、正式に公認化するものでもあった。それまでの荘園は、上級貴族や大事者が、独占的に租税収納権を持つ農地が、公領の農地の中に散在しているに過ぎなかったが、これらの荘園制リレーに際し、 公領と荘園を識別して一国平均役を課することを容易にするため、荘園を一つの領域に統合する措置が行われた。ここに上級貴族や大事者が派遣した召喚が行政や徴税を国家から委託される統治領域としての荘園が成立した。こうして、それまで各国の体制は荘園も含めて一元的に受領の支配下にあったものが、 将官の支配する荘園と、受領の支配下にある公領が、大きく二分して、土地、民衆支配をする形態に移行した。また、歴史学者の阿ミノ義彦は、中世日本の社会が荘園と公領から構成されていることに注目して、荘園公領制という概念を提唱した。国画領は、鎌倉幕府が成立すると、次第に守護、自党の勢力の下に置かれるようになっていった。 南北朝時代の騒乱では、兵糧領書に指定された後になし崩しに、守護領とされるなどの侵食が激しかった。明徳の和訳では、国賀領を大覚寺等の所領としたものの、実際に収められた年貢はわずかであり、大覚寺等は困窮したという。とはいえ、足利義則の代に、大覚寺等の男子を残らず出家させてその所領が、修行された後にも国賀領は存続し、 最終的には対抗検知により廃止された。ありがとうございます。